側の軌道と高さ競争を繰り広げた国旗形腰棟がある自由の村は大韓民国系軌道波州市軍内面、つくり山里にある集落。韓国と北朝鮮の間に位置する反門店の軍事境界線の500メートル韓国側にある。正式名称は大浄道。民間人出入統制区域の中にあり、同区域の中で唯一民間人が居住している。 住民のほとんどは農業を営んでおり、村の住民は韓国人の三大義務中、納税と徴兵を免除される。そのため、韓国の平均的な農家より所得が高いと言われている。村内には農業施設、初等学校等が備わっている。休戦当時の住人の直系子孫だけ居住することができる。例えば女性は外部人と婚姻すれば居住することができない。 ただし、無雇用紙は可能である。また、年間8ヶ月以上村内に居住することが求められ、満たない場合は居住資格が消滅する。地域の特性上、生活には様々な制約があり、毎日世帯ごとに人員チェックを受けなればならず、夜間0時から5時までは外出が禁止される。農作業をするにも、2から3日前までに活動時間を事前に軍に、 申告しなければならず、軍事境界線付近で農作業をする際には、軍の同行が必要である。また、工作権は認められているが、所有権は認められていない。そのため、土地の売買は不可能で、工作権の譲渡のみ可能である。民間人出入当制区域内にあるため、住民や許可を受けた者、指定されたツアー参加者以外は域内に入ることはできない。 市街地から域内へ向かう路線バスがあるが、統一大橋より、先の民東線以北へは出入所所持者以外、乗車できない。大浄道からほど近い、北朝鮮側の非武装中立地帯内には、黄道という農村がある。これは、コンクリート製アパートが立ち並び、保育所や病院も完備していると謳われている北朝鮮の宣伝村であるが、実際は、無人と見られている。 大浄道との間では1980年代に国旗形容塔の高さ競争を繰り広げた。大浄道は98.4メートルの形容塔を建て、これに対して黄道は高さ160メートルの形容塔を建てている。国旗は2ヶ月に1回交換され、交換費用約140万ウォンは発修士が負担している。ありがとうございます。